レビをご覧の皆さん、こんばんは。オールパシフィック対オールセントラル、そのゲームの模様を選手それぞれのコメントを挟みながらご覧いただきます。では今日のゲームの解説ご紹介します。まずお一人目、通算58ではありますが盗塁を記録している田尾康一さん、そしてもう一人、中日ロッテ現役時代の通算防御率が 3.26 という石島和彦さん、そして実況は山口不二雄でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ試合開始の準備はすでに整っています。さあオールパシフィックの先発ピッチャー松坂、さあどんなピッチングを見せるのか。唯一手にしていなかった最優秀防御率の称号を手に入れ、また一歩進化した平成の怪物、今年こそ自らの右腕で優勝の荷物をつかむことができるか。大エース松坂大輔、誰にも真似できないバットコントロールで安打を積み重ねる虎のリードオフマン、積極的な打撃が魅力、日本一の初級スナイパー今岡誠。打っていった、取りました、一塁送球、アウトだ。ナイスプレーを見せました。それはね、ピッチャー助けられました。はい、はい、今岡ショートゴロに終わりました。勝利を呼び込む一陣の風、球界屈指の快速センター赤星憲広。さあバッター赤星どう組み立ててくるか。最初は外に持ってきました、ワンストライク。2球目はどうでしょう。ストレート打ちました、右へ行った、これはセカンド、ファーストへ送ります、一塁はアウトです。赤星セカンドゴロに終わっています。全ての球を弾き返す圧倒的までのバッティングをもはや封じる術はなし、セントラルリーグ、いや日本一のバットマン福留孝介。さあまず変化球を見せてきました、コーナーにね、決まってますよ。はい、さあ次はどう攻めるか。このスライダー鋭く変化します、スライダーで追い込んでいます。さあ追い込んだ、あーっと高めのボール球、これはファウルグラウンドだ、ファウルボール。次が4球目、これはいい当たりだ、綺麗にセンター前に抜けました。さあ先制のランナー2アウトからヒットで出てます。ここぞの場面で結果を出せる球界切っての勝負師、ドラマを作れる専業役者清原和博。なおも2アウトです。さあ1球目、まずスライダーを持ってきました、ちょっとこれは厳しいですね。はい、これは空振り、追い込みました、151キロです。外のボール、ボールにしてきました。さあ4投目、これは体に近いところ、さあカウント 2-2、 次が5球目、今度はスライダーを持ってきました、カウント 2-3、 フルカウントからの6球目、これも鋭い当たり、打ち上げてセンターへの打球、勢いがない、勢いがないか。1回の表終了、オールセントラル得点はありませんでした。そしてオールセントラルの先発ピッチャー井川、さあどうでしょうか。謙虚さの中に大きな自信、甲子園のマウンドで躍動する寡黙な虎の大黒柱井川慶。長崎で生まれ福岡で育ち、大阪、ニューヨーク、サンフランシスコ、ニューヨーク、今度は北海道、背番号は1です、新庄剛志。初球インコースから入りました、ワンラッシングです。第2球はどういく、あーっとこれはいい当たり、あーっと抜けた、綺麗に破ります。まずは先頭バッターヒットで出ます、新庄センターへヒットを打ちました。右打者として驚異の3割5分を記録し最多安打を獲得、21本塁打を放つなど長打力まで身につけ、まさに完全無欠、攻守ともに充実し今季はチームを優勝に導けるか。谷義朝、これは一塁セーフになります。バッターの2番谷、1投目はどうでしょう。最初はストレート持ってきました、ノーアウト、これも牽制タッチしましたが一塁はセーフ、ノーアウトです。2球目はどうか、今度も速いボールできました、カウントノー2、3球目はどうぞ、変化球ライナーになった、あっと抜けた、抜けました。さあヒットが飛び出した。さあカオさん、今のバッティングはどうでしたか。ちょっとねスライダーが優しくなりましたね。はい、驚異的なフルスイングでボールを葬る球界最強スラッガー、豪快にして鋭敏な威圧感に満ち溢れた打撃を今ここに、天候一滴小笠原道博。ここはまっすぐ、このボール球には引っかかりませんでした。さあ3球、あーっと痛烈な当たり、大きい大きい大きな打球、一瞬の間にライトスタンドに飛び込んでいきました。1回の裏先制のホームランが出ました、まずホームランで試合を動き出しました、今ホームインしました、3対0。さあベンチへと向かっていきます、そしてベンチ前チームメイトの祝福を受けます、3点先制します。
早くも先制します。さあ今のプレイご覧いただきましょう。ロリが怪我に泣いた。終わってみればあまりにも寂しい成績。いてまい魂は輝きを取り戻せるか。ミスターフルスイング中村典弘。いい当たり、大きい大きい、行ったか入ったか、このホームランです。ホームラン、これも入った。変化球、バットに乗せた打球はあっという間にレフトスタンドに届きました。1回の裏ホームランが出ています。いきなり優位に進めていきます。今ホームイン、4対0。今タッチしてベンチに向かいます。今のプレーをもう一度見てみましょうか。昨年も3割30本100打点を記録した球界屈指の大型スラッガー。その内角球をさばく技術は彼独自のテクニック。居合打ち、免許改伝、松中信彦。引っ掛けました。これはセカンドになります。セカンドが取ります。一塁はアウトになります。松中セカンドゴロに終わりました。野村克也以来となる捕手フルイニング出場に3割30本100打点も達成。シーズン MVP を獲得し、アテネ予選でもマスクをかぶった。今や名実ともに日本一の恋女房城島健二。2球目はどうでしょう。インコース打ちました。ゴロになった。取った。一塁送球、これは一塁アウト。城島セカンドゴロに倒れました。一時首位打者争いを演じるまでにモデルチェンジした打撃と強肩を生かした二塁守備でチームになくてはならないホークスの顔。今年は新たな目標に羽ばたけるか。井口忠人、何から持ってくるか。初球は手を出しません。コーナーの隅にコントロールしてきました。さあ次のボールは、主審の手は上がりません。ワンエンドワンになりました。さあ次の3球目、変化球打って左へ取りました。スリーアウトチェンジ。1回の表裏終了。しかしオールパシフィック4対0、先制点が入りました。さあオールセントラル4点を追いかけます。軽く当てても簡単にスタンドに運んでしまうパワーは本物。グラブさばきのうまさも光る舶来の大砲ジョージ・アリアス。今日最初のバッターボックスに入っています。1投目まっすぐを打って右に転がってファースト取った。1塁楽々アウトです。アリアスファーストゴロに終わっています。鍛え抜いた強靭な肉体と培ってきた豊富な経験でチームを支える頼れる兄貴、打線をつなぐヘラクレス金本智明。さあ初球です。最初は見ていきます。このコントロールです。昨シーズンの成績出ていましたが2割8分9厘のアウト。まっすぐ打ちました。右へ、これは右中間への打球、取りました。これで2アウト。金本ライトフライに終わりました。ボールを点で捉えることができる球界屈指のバットマン、トゥゲン実行侍前田智則。この回まず2アウトを取っています。どこに入れてくるか。最初のボールを決めました。もうどんどん来てるっていう感じですよね。はい、次の2球目、変化球を打っていった。左へ行った。ファーストへ、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。2回の表終了。オールセントラル得点がありません。さあオールパシフィック、この後8番から始まります。エリートコースを歩んできた男が試合に出れない悔しさを知り新天地で蘇った。今年新たな大地は彼をどのように変えるのか。天才打者すごい友近。最初の1球、牛島さんにお伺いしましょう。今日の立ち上がりはどうでしょう。いや、変化球取った。ショートバウンド一塁へ、これは一塁アウトです。すごいショートゴロに終わっています。どんな難しい当たりもなぜか正面で取ってしまう卓越した守備能力。そのあまりの守備範囲の広さに他球団の選手から小坂ゾーンと呼ばれることも。日本一の牛若丸、小坂誠。初球は外のボールは低い打球です。取ってツーアウト。牛島さん、アウトを取りましたが今のボールはカーブですよね。そうですか。さあ最初の1球、高めから入りました。いや厳しいコースですけどね。はい、さあ2球、ボール打ちました。打球はライトへ上がっている。取って、これで3アウト。2回の表裏終了。オールパシフィック0点で攻撃を終了しました。強靭なリストを生かし宇宙間に強烈な打球を放てる現役最高の広角打者二岡智博。先ほど去年の成績が紹介されていましたが3割です。そして打点数67となっています。初球打ち、打球は左へ、あーっと落ちた。ワンバウンドヒット。さあヒットになった。
レフトへのヒットが出ました。点差を縮めたいこの場面、オールセンター、ファーストに代走を送ります。宮本塁についています。最初の第1球、鋭い打球、初球捉えました。ピッチャー返し、抜かれた、抜かれました。さあヒットが出ました。2塁はセーフです。フルセンターへのヒットになりました。ヒットでつなぎました。この前の当たりは芯で捉えたんです。ショートゴロに終わっています。外のボール球打っていった、ショートの前になります。2塁へ送ります。2塁はアウト、アウト、1塁もアウト、ダブルプレイ。これで2アウト、ランナー3塁に変わりました。そして次の2番高星、ランナーを返したいこの場面となりました。2アウトになりました。さあ次のボールは、このストレートは入りません。さあ杉山さん、今日のピッチングはどうでしょう。今のストレートもいいと思いますけどね。さあバッター優位、変化球打った、左方向へ、ショート取った、一塁送球、ゲームセット。今日のゲーム本体でオールパシフィックの勝利となりました。松坂、鮮やかな完封勝利。オールパシフィック対オールセントラル、ご覧いただきました。この放送の解説は田尾康さん、そして牛島和彦さんでした。楽しい解説をありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。お待たせしました。本日のヒーローに登場していただきましょう。どうぞ盛大な拍手。